目を閉じて片足立ち、ぐらぐらバランスが崩れる方はヒップが下がってしまいます。皆さんこんにちは、中川由紀です。突然ですが、あなたはしっかりとバランスが安定していますか？これできないとどんどんヒップが垂れ下がってしまうサインなんです。というのも、お尻の筋肉というのは中殿筋、大殿筋、小殿筋、いくつかの筋肉で構成されていて、足を動かす角度によって使われる筋肉が全く変わってくるんです。しかし現代人というのはいつも同じ方向にばかり足を上げたり、もしストレッチや筋トレをしてたとしても同じようなエクササイズばかりをしていることって多いですよね。その結果、お尻の使う筋肉が偏ってしまい、お尻の横のエクボがげっそり痩せ細ったり、もも裏とお尻の境目にセルライトブヨブヨの脂肪がたまりやすくなっているわけです。これを解決するには、足をぐるぐる回しながらお尻全体の筋肉をまんべんなく使うこと。ただし現代人はすでに股関節、お尻が固まって動かなくなっていますから、無理にすると逆に足が太くなってしまいます。ですから今日はちゃんと解決するためのウォーミングアップのストレッチを前半に組み込んでいますので、安心をしてください。今日のエクササイズをしたあとは、片足立ちのバランスもしっかりと安定するようになっていますから、ぜひ今日も一緒に頑張りましょう。それでは行きましょう。片方の足をガニ股、片方内股、この状態で体を動かしていきます。ゆっくりと前、そして後ろ、しっかりとこの股関節やお尻をほぐしていきます。できるだけ大きくダイナミックな動きで、きつい時は余裕があるところでキープ、止めてもらってもいいですよ。今ガニ股にしている方のこのお尻や股関節、こっちをしっかりとほぐしていってます。どうですか、動いてきてますか？痛い時は無理せずに心地よく伸びるところを探していきます。深く息を吸って、吐いて、吸って、ゆっくりハート吐いて、徐々に動いてきてますね。いいですよ。はい、OK。じゃあそのまま足を引いてください。ガニ股の状態、こっちのお尻を使っていきます。さらに股関節も一緒に動かして、しっかりとアップダウン、アップダウン。お尻と逆足は内もも両方とも意識して使っていきましょう。深く息を吐いて、吸って、吐いて。吸って、呼吸をしながら、まずはしっかりとこのガニ股にしている方の股関節周りを重点的に使っていきます。お尻がしんどくなったら大正解。綺麗なもも尻を作っていきます。特にお尻の横エクボがげっそり痩せ細っている方、縦長になってしまったお尻を丸くしたい方は、この動きしっかりやっていきましょう。バランスが難しいときは椅子や壁などを持ちながら安定するところでやっていきますよ。 OK。 ここがしんどかったら大正解。このまま足を後ろに引いてお尻のストレッチをしていきます。かかとを少し前に出して、ふう、深く長い呼吸です。伸びてる感じはありますか？少し体を横にねじったり、胸、膝を近づけたりしながら伸びが強まるところを探していきます。きつい時は後ろの足を曲げておいてもらっても構いません。これ選んでくださいね。他人と比べる必要はありません。昨日の自分よりも1ミリ成長していきましょう。今自分がどこまで倒せるか、どの体勢までならできるのか、しっかり覚えておいてください。そしてやった日付とか今の感想はコメント欄の方に記入しておいてもらえるといいですね。しっかりと今の現状に気づきを持ってください。一緒に頑張っていきましょう。もう一息、深く長い呼吸。はい、いいです。今度は足を入れ替えます。逆足、ガニ股、内股に。はい、このまま前と後ろに行きますよ。しっかりと前、ゆっくり後ろ。今度は反対側の股関節やお尻をしっかりとほぐしていきます。動きはゆっくりでもいいですからね。特に日常生活で使わなくなっている部分というのはできるだけ柔らかくしていきます。日常的にこんな動きしませんもんね。できる範囲でいいですよ。ちょっとずつ動かして、前の方が伸びるって方はここでキープしてもいいし、後ろに引いた方が伸びるって時は後ろでもいいです。止まってでもいいし、動いても大丈夫。
自分のできる範囲でいきましょう。しっかりと自分の筋肉と会話をしながら、さあもう一息、はい、 OK、 少しほぐれてきましたね。それではここからゆっくりと上と下へアップダウンいきましょう。少ししんどい時は椅子や壁などを持ちながらバランスをとってください。深く息を吐いて吸って吐いて吸って、呼吸を繰り返して、少し胸を張って身長を高く、せーの、上下上下、いいですよ、まだまだいける。でも辛い時は座って休憩しても OK です。そう、呼吸を続けるだけでも十分いいトレーニングになっていますからね。呼吸も立派な運動です。深呼吸を忘れずに。さあもう一息、綺麗なヒップを作って、はい、イエス。では後ろに引きましょう。お尻をストレッチ伸ばしていきます。体を倒す方向を変えながら伸びが強まるところを見つけていきます。余裕がある人はかかとをよいしょと前、そして溝落ちの方にぐっと押し付ける。溝落ちとかかとを近づけようとするとかなり伸びが強まります。辛い時はもちろん浅くて大丈夫。自分の中で伸びが強まるところを見つけてください。そのまま深呼吸、深く吸ってゆっくりはーっと吐いて。ウォーミングアップとっても大事ですからね。この動きができるかどうかでヒップのラインが大きく変わってきます。偏った筋肉の使い方を整えていきましょう。はい、いいです。でこの足を立てていきます。今度足の付け根前を伸ばします。股関節の前面と反対足の裏側、前からゆっくり後ろに、よいしょ、深く呼吸して、前後開脚に移る手前の動きのようなイメージです。これを毎日繰り返していくと実は前後開脚もちょっとずつできるように変わっていきますよ。どうですか、引いた時に足裏、ももの裏側が伸びて前に出したら付け根が伸びます。伸びるところが交互に変わっていってます。しっかりと前後の動きも柔らかく、どうですか、伸びてる筋肉分かりますか。ちょっと痛いなと感じる筋肉、そこを伸ばしていってます。筋肉が喜んでいますね。その調子、はい、いいです。さあ反対側入れ替えましょう。逆足を前、引いた時は足裏、前に出した時は足の付け根、伸びるところが変わります。深く息を吐いて吸って吐いて吸って、どんどん呼吸を深めていきます。いいですよ、その調子。だいぶと柔らかくなってきました。この準備ができるかどうかで最後のエクササイズ効果が大幅に変わります。この後ちょっとしんどいかもしれませんが、綺麗なヒップを作るためにもう一息一緒に頑張っていきましょう。ここまでやったらもう最後までやってしまいましょう。さああと10秒、もうちょいもうちょい、ラストラストラスト、はい、いいです。それでは膝立ちの状態から手を肩の真下、足を遠くへ、地面と手と足が垂直です。足を上げたらここで大きく円を描きます。回す、これが大事。お尻の筋肉、上下だけじゃなくて大きく回すことでいろんな部分を使ってます。そして、あ、痛いな、辛いな、苦手だなってところあったら、そこは弱ってるところです。ありました、多分ね、後ろに引いて足をガニ股にするとめちゃめちゃきついと思います。釣りそうやったら休憩していいですよ。めちゃくちゃしんどいと思います。はい、回してたら今度ね、反対回しもやっていきます。上もだけど人によったら下もきついかもしれませんね。よいしょ、
よいしょ。辛くなったら足置いてもいいですよ、無理せずに。目標は地面と平行のラインまで足を上げる。ラスト。オッケー。さあ、はい、残念なお知らせ、反対側もありますよ。片側だけで終わろうと思った方は反対も一緒にやりましょう。はい、じゃあ足上げてぐるっと回す、回す、深く呼吸くで、反対側もうすでに体力がつきそうですね。いるぞ。きつい時はね、足を置いてお休みでも大丈夫です。でぐるぐる回してきつくなったら置いてもいいし、下でやってもいいです。慣れてきたら高く上げれば OK。 辛いな、しんどいなって肩ほどやればやっただけヒップが綺麗に変わりますよ。無理に最初は50秒間しなくていいです。最初はもう上げるだけでもいいし、慣れてきたら1週間2週間やってるうちにちょっとずつできる回数、秒数が増えてきます。さあ、あと一息でおしまい。OK。最後までよく頑張りましたね。頑張ったあなたにプレゼントが2つ、運動習慣化カレンダーと毎日のストレッチメニューです。概要欄から LINE のお友達追加をしてもらえれば自動で届くようになっていますから、ぜひそちらからお友達追加してみてください。苦手な運動やダイエットを楽しく習慣化し、美しく健康に痩せるオンラインサロン、延べ2000人以上の方が入会されています。ぜひあなたも概要欄から1週間無料体験をしてみてください。サロンメンバー限定のコンテンツたくさんありますから、お会いできるのを楽しみにしています。それでは次回の動画でもお会いしましょう。じゃあねー。